ガッバル再びは、2015年に公開された、インドのアクション映画。クリシュが監督、サンジャイ・リー・ラー・バンサーリーとバイアコム18、モーションピクチャーズが制作を務めている。2002年に公開された、ラマナーのリメイクであり、アクシャイ・クマール、シュルティハーさんが出演している。映画は、工業的な成功を収め、クマールの演技は批評家から高い評価を得ている。 ボリウッドハンガマは3、5の星を与え、カッパル再びは平均的なエンターテイナーであり、キャッチーなタイトル、アクションドラマが休日に公開されるという事実のために大きな足取りを描くだろうと批評している。コイモイは3、5の星を与え、フル、アクションとディメイクダルの対話を描く全体役の映画を楽しめるなら、これはあなたのための映画ですと批評している。 ヒンドースタンタイムズは3、5の星を与え、ガッパル再びは、古まさら映画であり、喝采を浴びる価値のあるシーンが数多くありますと、批評している。G ニュースは3.5、5の星を与え、映画を見終わった後、私たちには勇気を吹き込み根本から腐敗を取り除く、ための本物のガッパルが必要になりますと批評している。ボリウッドハンガマのスバーシケイジャーは、悪者イは、 スーパーヒーローに新たな定義を与えたと批評した。デカンクロニクルはチンプだが面白いと批評している。ありがとうございます。